チャンネルです。みゆでーす。レイナでーす。おまねでーす。せなでーす。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日でビーズガールチャンネルの更新もラストでございます。はい、本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございましたということで、今日の企画は最後に次男の企画になります。はい、ブレント、はい、1年間を振り返ってありがとうを伝える。おぉ、見えました。そうです、今日は一人一人から今年見てくださったファンの皆さんとか、まあ、シーズンを振り返ったりね、はい、いろんなコメントをもらいました。もらいました。はい、ぜひ楽しんでみてください。どうぞ。はい、まほちです。まほちでーす。はい、じゃあまほち、はい、1年間振り返ってどうでしたか？なんかビズガーズに入っていろんな人に出会えたというか、うん、すごい視野が広がって、うん、皆様に出会えたのが本当に本当に私にとって宝物で、自分がダンスとかを通して元気になってもらいたい、笑顔になってもらいたいって思って入ってたんですけど、皆様が温かすぎて、うん、ほんまに DM とかメッセージとかで、うん、自分が元気を与えたかったのに与えられてるって、もうほんまに毎日毎日思ってて、そのたんびにあもっと頑張らななって思う一年だったんですけど、うんうん、本当に幸せを感じさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとうございました。今年は自分がもっと頑張らななって思ってたんですけど、このね気持ちをなくして、ここから皆様に元気と笑顔を与えるので一年よろしくお願いします。お願いします。お願いします。再来年セナルンです。セナルンです。はい、じゃあセナルンどうぞ。まあ1年目でどうなるか分からない感じだったんですけど、うん、この状況の中で、うん、無観客とかいろいろあったけど、うん、最後には皆様のマスク越しにも笑顔とかがたくさん見れて嬉しかったです。メッセージとか名前タオルとかいろいろ持ってきてくださったり、幸せでした。来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、みくちゃんがやってきました。みくりんです。どうもみくです。はい、じゃあみくりんの1年でした。はい、今年は活動1年目で初めての経験だったり挑戦だったり、すごいいろんなことをさせていただけたなと思って、うん、戸惑うこととかもあったんですけど、うん、正直でも皆様からのコメントだったりSNS へのメッセージ、すごい元気というか、うん、勇気とかいろいろもらえて、そのおかげで本当にこの1年は充実して頑張れた1年だったなと思います。女子完結だ。そうです、女子完結。皆様から本当にたくさん元気をいただきました。来年もよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。ゆいが来ました。ゆいが来ました。どうもどうも。どうもどうも。じゃあゆいさんの一年はどうなりましたか？今年の一年は現実じゃなかったみたいな。夢やった。多分もう夢やったんじゃないかくらい、いろんな景色と夢が叶った瞬間であり、自分の一番の現実とぶつかった一年やと思いました。一年間本当にありがとうございました。たくさん。お会いできた1年だったんですけど、また来年もお会いできるということで、さらにパワーアップしてさらに素敵な景色を求めて今年も頑張っていきたいので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、いいでした。こんにちは。こんにちは。あざねです。じゃあ、あざねさんどうでした1年？この1年は私は新メンバーとしてビズガールズにのメンバーとして皆さんと一緒にチームを応援させていただくことができて、もう新しい環境でもう全てのことが変わった1年だったんですけど、うん、大変なこともいっぱいあったんですけど、皆さんが温かい言葉とか応援のメッセージとかをくれて頑張ることができました。私は2022年も皆さんとチームを一緒に応援させていただくんですけど、けどじゃないです。いただきます。はい、今年1年皆さんに力をもらったんで、うん、第2シーズンは私からも恩返しができるように頑張るので、うん、1年間またよろしくお願いします。お願いします。期待しています。お疲れでした。バイバーイ。ワンワン、ぬっちゃん、
ぬーちゃんです。ぬいです。ぬーちゃんです。はい、はい、じゃあぬーちゃん、はい、1年どうでしたか？私は2年目なんですけど、去年は、まあ、ボーカルとして活動させていただいて、今年はまたパフォーマーとして活動させていただいてたんですけど、やっぱ全然違うくて、そのボーカルから見る景色とパフォーマーに立って見る景色と全然違うくて、すごい勉強できた1年だったなと思います。うん、すごい経験してる。目雨降りそうです。はい、そう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 、はい、はい、悪口ですか？いや、言ってない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 、もう、もう、もう、後から見てください。まあまあまあ、はい、こうやって無観客で試合したりとか、皆様もしんどい思いしたし、メンバーもやっぱ皆様に会えなくて辛い思いたくさんしたと思うんですけど、その時に皆様からのメッセージですごい元気をもらってたし、本当に感謝しかないですその通り、ね、皆様への愛が増しました。あ、増し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 です。本当にありがとうございます。ありがとうございました。来年もお願いします。はい、バイバイ。バイバイ。レイナです。はい、レイナです。はい、じゃあレイナ1年どうでしたか？うん、この1年は3年目になる年やったんですけど、うん、最初からチェルさんが、うん、その卒業されるっていうのが表に出てて、うんうん、もうこの1年でしか、うん、チェルさんから学べることはなかったので、うんうんうん、この1年でどれだけ吸収できるかとか、うんうん、そういうとこを吸収させていただいて、うんうんうん、であとはオフォローズの優勝も入れて、うん、もう本当に素敵な1年でした、はい、で同期メンバーの卒業とかも、うん、なんか近づくにつれて、うん、もうほんまに悲しかったんですけど、うん、こうやって見送れて、はい、よかったです。はい、今日見送るんです。はい、見送るんです。はい、悲しい悲しそうちゃうでそれ今悲しいけど、はい、幸せでした。うん、仲良しやもんな。はい、本当にいつもメッセージとか、うん、ステージとか見に来てくださったり、本当にお会いすることもたくさん今シーズンもできて本当に嬉しかったです。来年もたくさん会えると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今シーズンもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ゆりなです。ゆりなです。どうもどうも。じゃあゆりなさん、はい、1年というかもう3年、そうですね、3年いろいろ振り返ってもらって、はい、いやもうこの3年はね、言葉で言い表せないですね。本当にビーズガールズ入って学んだこととか、こう経験させてもらったこととか、もうなんて言ったらいいのかわからないぐらい、もう本当にかけがえのない時間で、これだけの仲間と出会って、ファンの皆さんとか、もう本当になんか言葉で言い表せないしか言えないんですけど、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。3年間卒業って決めてからが一緒だったんですけど、こうビーズガールズとして残っていく、みんなに負けないように私も頑張っていこうと思うんで、ビーズガールズの応援もこれからよろしくお願いします。で、陰ながらも私も頑張っていくので、応援していただければ嬉しいです。応援します。ありがとうございます。私も応援します。ありがとう、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まとまらなかったですが、全然泣いてる。泣いてはないか、泣いてるセーフやった。じゃあゆりな、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ペコペコ、バイバイ。ちょっと間違えた、間違えた、間違えた。なちゃんでーす。はい、皆さんこんにちは。夏、はい、この1年、はい、まあ、夏はいろいろあったんじゃないでしょうか。そうですね、振り返ってみてどうでした？この1年は、まあ、でもチームとしたらほんまに最高な1年を一緒に過ごせたかなって思うし、うん、加入してからはちょっと1年連続続いたもので、はい、やっぱでもそういう期間を得て、うん、今がこんなに素敵なシーズンを迎えれて本当に良かったなって思うし、うん、個人的にはサブリーダーになって、うん、いろんなことを経験させてもらったし、うん、まあ、漫才もしたいし、うん、そうですね、漫才してたな、まあ、ライブを、ね、構成とか担当させてもらったりとか、うん、自分を成長させてもらえるきっかけをすごくもらえた1年だったので、本当に濃い、濃かった、濃かった、うん、ですね。でもなんかそんな1年を過ごしたのは、なんかファンの人のメッセージとか、うん、本当にずっと気にかけて
構大丈夫とか頑張ってねとかをずっと送ってくださるファンの人とかのあったかさだったり、うん、まあ、それこそ同期もそうやし、先輩チェルさん、ミエさんの支えも大きかったし、うん、周りの人にの愛に感謝する1年だったので、うん、本当にファンの皆さんありがとうございます。来年も、うん、頑張って成長し続けるビーズガールズと夏になるので応援してください、はい、そして卒業する4人も応援してください。皆さん、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。どうも。はい、どうも、アマリンです。アマリンです。あーちゃんです。あーちゃんです。あーちゃんです。じゃあ、あーちゃん、今年、はい、振り返ってどうぞ。皆さん、今年1年間3年間なんですけど、え、本当は言えば、いいよ、本当は言えば3年間、いろいろ、まあ、お世話になりました。お世話にっていうか、ありがとうございました、はい、いつも応援してるよとか DM とか、うん、コメントとかいっぱいくださったファンの方々やメンバーもすごいいい3年間でした。全部踏まえて、はい、全部踏まえてね、うん、いい3年間でした、はい、ファンの皆さん、3年間いろいろありがとうございました。と一緒に折れた時間がすごい幸せでした、ねえ、分からへん、なんて言ったらいいか分からへん。これで最後やって思えへんぐらい思えないんです、うん、本当にいろいろ思い出がたくさんあって、いい経験もさせてもらって、いろいろ応援してもらって本当に嬉しかったです、うん、ありがとうございました。ありがとう、あっちゃん。ありがとう、バイバイ、おまねー、さよならさよならです。最後まで出てくれないバイバーイ。はい、はい、1年間振り返って、はい、どうでしたか。本当に今シーズンはそのオリックスバファローズが優勝するっていう、すごい私たちにとっても全バファローズファンにとって特別な年だったんですけれども、ビーズガールズとしたらこの YouTube チャンネルで試合の時以外の裏側だったりとか、釣りとかアスレチックパークとか、本当にいろんな思い出ができて本当に最高の1年でした。やっぱり去年がライブだったりとかいろんな制限がある中で、うん、今シーズンは少しずつ皆様とお会いできる機会もだんだん復活してきたので、うん、本当にお会いできてすごく嬉しかったです。私は来シーズンも皆様と一緒に応援するので来シーズンもよろしくお願いします。お願いします。では、なってんでした。またねー。あ、勝手が。さっちゃんです。こんにちは。3年間でも1年間でも思う存分に振り返ってください。でも本当に長かったより短かった3年間、うん、本当に一瞬で終わったなって感じだったんですけど、だって最初ビーズガールズ加入した時とか、うん、本当に何も分からなくて、うん、まあボーカル入ってもうやることいっぱいで、うん、覚える曲もいっぱいで、うん、何もかも分からないこともだらけで、うん、まあ、それでもまあやっていくしかないんでね、うん、やっぱ周りの人たちのね支えとかやっぱメンバーとかの支えがあったからここまでやってこれたなって思いますし、うん、1年目の時はその遠征とかキャンプとか もういろんなとこ行ったりとか、もうなんか思い出いっぱいあったなと思って、これ卒業しても今までやってきたこととかは糧にして自分にためになることばっかやってきたと思うんで、今後違う道行ってもそれは生かしていきたいなって思います、うん、自信を持って自信を持って本当に3年間温かい応援ありがとうございました。本当に長かったようで短い、ね、時間でしたけど、たくさんいっぱい支えてもらって私が今こうやって元気で楽しく活動できているので本当に皆さんに感謝しかありません。これから私は卒業しますけど、はい、これからの楽曲で皆さんが笑顔にね幸せになってもらえれたら、うん、なと思います、はい、私も一ファンとして、ね、みんなのことね応援していきますので、ありがとうございます。見に行くよ。一緒に応援頑張りましょうね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。みゆです。みゆさんです。こんにちは。こんにちは。はい、
はい、お願いします、はい、今シーズンはもう本当に幸せな2021でした。はい、その通りです、はい、そう、その中にも、うん、やっぱり一番大きいのは、はい、大好きなオリックスバファローズをこうファンの皆さんやメンバーとなんか長く応援できたっていう、うん、もう毎日がなんかすごい今まで以上に特別で、一日一日がなんか幸せやったなって思います、はい、そしてまあ個人的にはまあポジションも変わったりして、今年からビーズガールズチャンネルが始まって、新しい形でこうビーズガールズを届けることになって、でその中でも MC メンバーでこういろんな企画を練ったり、自分自身も編集とかにも挑戦して、皆さんに届けることがすごいドキドキしたけど、なんかやっぱ皆さんがコメントとかくださって、本当にやってよかったなっていうのも一番やし、みんなと違った関わり方ができたからより仲良くなれたなっていう一年でした。楽しかったですね。ファンの皆さん、今年一年本当にありがとうございました。私は来年も継続させていただいて7年目の中学生ですよ。中学1年生になります。おめでとうございます、はい、やっぱり今年卒業するメンバー4人、はい、もそうやし、今までの OG メンバーもそうやし、うん、作り上げてくださったビーズガールズを、やっぱり歴史はね守りつつ、はい、もっともっと来年、うん、新しいビーズガールズを作れるように、はい、私もメンバーもそれぞれ頑張っていくので、はい、引き続きビーズガールズとオリックスバファローズもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもチャルさんです。チャルさんです。チャルさん、1年間というか8年間いかがでしたか？なんか思い返せば一瞬やった気もするんですけど、うん、この間サイン会やって、はい、小学生やった子がもう中学生とか、はい、会ったことあるやんな。ちっちゃいやってました。めっちゃデカなってるとかって思った時に、はい、8年って長かったんやなっていうのをなんか改めて実感したんですけど、うんうん、やっぱ最初はチアからそのダンサーのボーカルユニットに変わるっていうタイミングでメンバーと意見を出し合いながらいろいろ考えながらやってたんですけど、今はもう70人近くビーズガールズとして活動してるメンバーがいて、その出会いっていうのは本当にこれから一生続くものやと思うし、これから何の話8年間どうでしたか、8年間どうでしたか、今これからの話なんかやっぱそういう歴史があって今につながってるんやなっていうのも改めてずっとやってて感じるんで、まあ、最初の年もクライマックス行って、まあ、低迷はしてたんですけど、最後またこうやってドラマみたいな、すごいハッピーエンド優勝することもできて幸せでしたね。じゃあ最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。最後ですよ。今年 YouTube 始まってなんか新たな挑戦として、うん、TikTok とか YouTube とかも始めて、うん、やっぱいろんな幅の方にも見ていただける機会が多かったと思いますし、はい、特にこうやってねチャンネル登録とかもして楽しく見ていただけて、うん、普通のさ私らをさ見せる機会やってるんだ。今まで猫かぶってたわけですよ。なんかさ Twitter とかインスタとかってなったらやっぱさ、うんうん、写真とか出にくいやんか、うん、そういういつもの普段の感じ、はい、そういうのも存分に出たかなって思うし、すごいいい機会やったかなって思うんで、うん、本当に見ていただいて感謝しています。ありがとうございます。この1年あっという間やったんですけど、うん、一番最初からねずっと応援してくださってる方もそうですし、最近出会った方もサイン会でも初めましての方がすごい多くて、嬉しい。ずっと応援してたけどやっぱオンラインとかそういう時期に好きになってとか、それも SNS が、なのめっちゃ喋ってんな。全然喋ってんの。もう最後なんで、最後なんで存分に待って、何の話ごめんごめんな、正解ごめん。その、ね、時期っていうのは関係なく、やっぱり今皆さんと経過的に出会えたことと過ごした時間っていうのは何にも変えられない私の一生の宝物になってるので、綺麗事とかじゃなくて皆さんがただただ笑顔で幸せに過ごすことをもう本当に願っています。まあ表舞台からは消えるんですけど、消える消えるだけ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 
引退するんですけど、いつも、まあ、メンバーもそうやけど、みんなの味方でずっとずっと応援してるんで、これからもお互いに頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。あまねがね、このメイン MC の3人の中では卒業なんですけど、はい、どうでした？なんかねなんて言ったらいいですか、これ。大暴れしてたもん、はい、みんなの素顔見れたと思います。、まあ、新しいチャレンジャーなんですけど、うん、そうですね、毎週日曜日待ってるよっていうところで、うん、本当に嬉しいコメントもたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もね、またビーズガールチャンネル続くので、ぜひ見ていただいて、この4人では最後ということで、はい、最後です。本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、この後もお体健康、はい、気をつけてお過ごしください。はい、ではありがとうございました。